クズやね。まあなんか脱出ゲームに行ったっていう話をしたじゃないですか。まあなんかそういうね、遊びの約束をすることとかが、まああったんですよ。で、まあなんかすごいね、予約が必要なね、お店に行くと。そう。まあ、みんなでなんか、まあこれ言うとね、みんなで美容院に行こうみたいな感じの話になったんだよね。みんなでなんか美容院に行って、髪の毛整えに行くっていう遊びをしないみたいなことを言われて、あ、いいねいいねみたいな感じになったんだけど、美容院ってさ、基本的にさ、予約あんまり遅れちゃいけないじゃないですか。だけどね、あのねクズハさんがね、2回連続でそれをブッチしてしまったんだよね。クズハさんがあのね、本当になんだろう、まあみんなは、まあ、予想全然つくと思うんだけど、まあ、かなりルーズじゃないですか。それでもブッチして、もうひまちゃんね、もうなんかほんまさみたいな感じになっててまあね、ひまちゃんはやっぱクズハさんと一緒にいろいろコラボする機会が多いから、やっぱそのクズハさんの遅刻には慣れっこだと思うんだけど、やっぱそれだけあってね、ひまちゃんはね、クズハさんは叱り慣れてるんだよね、なんかねそう、ほんまさみたいな感じに、そうなんかねひまちゃんはしっかりせえよってクズハさんにね言い慣れてるんだよね、なんかね。そう、あ、一回さ、なんだろう、あのさ、2回目とかにほんまのクズやった時、ポケモンをやることになったじゃないですか。そこでクズハさんが遅れて、配信が遅れたじゃないですか。で、私がクズハさんをかす、あ、すいませんクズハさんっていうなんか一幕があったじゃないですか。あれ終わった後とかもなんかひまちゃんがなんか、ほんまクズハしっかりせんとコラボ誘ってもらえなくなるでみたいな感じで、なんか本当にね、なんかちょっと叱っててね、あ、お姉ちゃんっぽいなって思いながら、そうそうそう、ほんまちゃんとせんとコラボ誘ってもらえなくなるでみたいな感じでね結構言ってくれててね。そうで、なんかその美容院をね、クズハさんがまあ2回目のブッチをした時に、まだ間に合うから来なよみたいなことをもう3人集まってるんですよ。もう私とひまちゃんとケムさんは集まってて、まだ間に合うから来なよって言ってるったんだけど、クズハさんがね、まあそのLINE グループで、本当に間に合わない、ごめんなさいみたいな感じで、そのなんかごめんみたいな感じの LINE をねしたのよ。でなんかみんなそれは見たんだけど、あー、こんかみたいな感じで、それに対してね、みんなね何も言わんかったの、最初その日のうちに。でなんかそのグループ LINE はずっとクズハさんの謝罪で止まったまんまだったんですよ、その、なんかグループ LINE が。で次の日とかになんか、まあまた行こうねみたいな感じになったんだけど、その日誰もそれに返信しなかったのよ。でそしたらなんかそうそうで、まあ、次の日とかにみんな思い出したように、あ、返信してなかったみたいな感じでしたんだけど、なんかね、でその後のこの地獄すごろくだったので、そしたらその地獄すごろく、なんと一番最初にクズハさん来たんだって一番もう超一番乗りにクズハさん来て、でまあなんか別の作業してたのよ。でなんかしたら、まあマネージャーさん、クズハさんのマネージャーさんがねいたので、そのクズハさんのマネージャーさんがなんか、さっきクズハさんが遊びぶっちしちゃったんだけど、自分がまあなんか謝罪の LINE してみんな返信してくれなかった、まあ俺が悪いんだけどって言ってましたよって言っててなんかちょっと落ち込んでたっぽくって、それに対して誰も返信してくれなかった、まあ俺が悪いんですけどみたいな感じのことをなんか言ったらしくってね。それでなんかちょっと面白かったね、うん、なんかこういうところがなんか憎めないんだろうなっていう風に思いましたねそう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 、なんかちょっとこうなんかそうそう、でケンモチさんがなんかこういうとこ面白いよなあいつみたいなこと言ってて、いや俺は可愛いとは言わないよみたいなことはねこれはあえて俺は可愛いとは言わないけど、そういうところが面白いよなあいつみたいな感じのことをね、そう言ってましたね、うんそう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 っていう感じでね、いやまあなんかやっぱ末っ子感がありますね、うん、誰も可愛いなんて言ってないのに俺は可愛いとは言わないよってなんか言ってましたから誰もそういうとこ可愛いよねなんて言ってないのにっていうね、
そうっていうね感じでしたね。そう。